まだ着替えてるんですけど。なまた。何？よからってひっくり返ってる自分を撮ってるんですよ、これ。え？大丈夫、みんなに見えへん。だってここ上やもん。そんなに飲んでないねんで。飲んでないな。梅酒、ちょっと。2センチも飲んでない、ね。何なの。ほんまにさ、どうぞ。みんな聞いて。ちょ、こっちパンツ。こっちパンツ。うん、梅酒をさ、頼んだの。うん、2センチばかし飲んでます。これが結構きつい。アルコール分12度っていうことはさ、光の氷結が 5% のことはさ、ここ持ってきとうで、持ってきとうで、5度のこと。え？5度、アルコール 5% は5度、 5% が5度、うん、これじゃあ 12% やわ。 12% やから、氷と水で割って飲んだら 6% ってことや。やっぱり奈々ちゃんはね、ソリ滑りするって。え？え？ママとソリ滑りするの？そうなん。シャワー入って10人で滑りやの？つまりですね、詳しく説明すると、ほろ酔いを2倍濃いの飲んだことになってます。どういうこと？そら眠たいからの、ここから三上さんがですね、お布団引いてくれるね。ヒカルがお布団引く動画。だからね、動画に撮っちゃろうと。ドライヤーのちゃうわ。うん。待ってよ。これで、お湯すぐ溜まるで、お湯。うん。はい。これで、お布団引いてください。しかもミラーレス、もう携帯とこうかな。うん、やめとんがいいやろ。携帯とお風呂でいい。そうだな。鼻紙ティッシュもイミネーです。出ます。いいよ、受け取って。もうね、ダメよ、こんなこんな瓶でいじってくると思わんやんな。洗顔絶対合ってたから、私ボディーソープで洗ってから。はい、じゃあ耳ね、お風呂に沈んできます。沈んでくる。暑いかも。うん、ここでヒカルさんが先生とお布団を引いてくれますね。起きてる？寝てるんよ。あなたたち入ってると寝てたから。ナナに起こされたんですよ。やろうな。で、お風呂から上がったら、お布団の上でスイッチするよ。そう、一緒にするねんなって。タップするねんな。ヒカル、タップあるね。あ、タップいいね。はい、ありがとう、タップ。ヨーソさんにいただいた。ヨーソちゃんのうちよ。なあ、耳ね、ヨーソさん呼ぶ？これ抜いておらんと思うで。なんですごい山の中にあるもん今。なんで？いや、それ怒られへんやろ。いや、プライスチャートで。これね、なかったことには何もがないから。プライスチャートでしょ。あ、プライスチャートで呼ぶかって。そうよ。ね、ここに呼ぶんかと思って。なあ。なあ。ふとけよ、呼ぶよって言ったの。ふとけよ。なんなのみんなさ、ジャンバーかけてさ、ヒカルのジャンバーだけかけてくれ。ヒカルのジャンバーどこにあるの？そこに。かけたってるの？いや、いいよ、もう畳んどうから。ミネはね、ちょっとね、たぶん、コアが温泉行ったんやろ。たぶんコアが洗濯機買いに来る。もうね、体飲んだこと言って、明日カイロいるんかな、言うて。カイロいる、絶対
いる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 、もう何もおっしゃる。カイロは必需品よ。動いたら暑かったね今日。カイロは必需品よ。あ、ここに。2枚いるんやろ。うん、2枚これ、ありがとう。欲しいわすからな。もしバレるぞ。ほんまにな、ベッドでいつも寝とるとさ、畳の上で腰弱すんよ。いや、私別にな、私もこれで寝とるからな。これがいい。ナナもナナも3枚も4枚も。ナナなんかたまに床で寝とるもんな。そうだよ、これで落ちてるからね。若いのよ、まだまだ。ミミネーは、ミミネー、はい、ナナに年ちょうだい。あ、出るわ。ちょっと待って、無理やん、ここ高すぎる。落ちていいよ、まんまやるから。それでもうだから、これ明日な、このパジャマで寝て、明日この上からスキーウェア着るから。いいんか、それで。いいんだよ。誰か、お前らの携帯を伸ばしてください。どこ行った？あ、また来た。お腹痛いね。行った。あ、ごめん。だから、こっち布団に行くから、布団見てからっていい、ドライヤー。こっちはたまにしような。もちろん。ここ絶対踏まれるわ、私誰かに。トイレ行った時にの。うん。あ、どいて。よし。それでは。じゃあ、こたつ切る。うん。で。ごめん。誰かのやろ、携帯を。待てよね、伸ばしてあげるから。ちゃん、鳴らしてって言って。じゃあ、伸ばしてよ。伸ばしてって言った。何鳴らしてって。何の不明なのかと思ったんやった。すが、見てあるんやん。これからにあげるわな。いらんわ。いや、本気のドア。じゃあ、これ買ってこんかったのが間違いやな。そうやな。いや、てか家でから持ってきいや。ないねん、家。ないねん、もう。ていうか、気づいた時にはもうコンビニがない県内やったからな。高速降りたらコンビニない県内やったから。なかったな。うん、超田舎やったな。なんでこっちにないの？どっちまで寝るってこと？ちゃうよ。一個ママ寝る。ね？ママとこ行きや。うん。の？すいませんね。いえいえ。おばばのお世話まで。おばばの。ありがたき幸せでございます。何おばばのお世話って？靴下。ナナちゃん幸せやな。あ、足が生まれたわ。じゃあ明日帰るときにスキーウェアが閉めてずぶ濡れやったら困るから、靴下を一枚持って、これが水塗った後に、あ、私靴下忘れたかも。あ、もっと忘れた？え、私服ね。靴下忘れてた。私の靴下3枚持ってた。ナイス。ちょっと1枚借りるかもしれない。向こうね。じゃあ、こうやってしたら。ドライヤーします。はい。うん。ちょ、お湯たまるで、もうそろそろ。はい、で、こう。あ、やばい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 。そしたら、うん、この。やばいやばい。何見せた？この、うん。やつをここの指に引っ掛けたら、あ、鉄砲。鉄砲ですか。じゃあ、ミミネお風呂に入ってきますので、カメラを切っていただいていいですか。待ってね、これはちょっと待ってな、うん、こうしてこうしたら、うん、男らはバイバイそうかな、お風呂。